わ、すっごいチームここラッペー、おい、割愛入っとるって、割愛マジか、うわやば、これクザ喋れるんか、これこれクザやみなせさんと友達なんかな、唯一二次三次一人ぐらい欲しかっただろうな。うわこれはすごいな、母ちゃんおるわすごいな、これバラバラだねみんな。ラプラブラスダークネスと母ちゃんは一緒にコラボしたからね、二人は仲いいんけど、他てかクザがクザがこれ仲良くなれるかどうかみたいなとこありそうみなせさんに救ってもらおう。でもね、キュピちゃんがもうウェイって誰でも仲良くしてくれる、優しい優しいね、キュピちゃんだからすごい気使って回してくれそうだよね。うん、めっちゃ楽しみ。すごいな、ここ事務所全部入ってるじゃん。ネオボルテ2次 V スポ個人フォロー、ほんとだ、全部入ったらさ。いやてかさ、ティア2最強枠のいただけないんだけど、だいぶあわよくばティア1みたいな評価でしょう。あまりにも評価が高すぎる。なんか自己紹介みたいなの、ドラフト前にさ、自分がどういうロールやるかみたいなアピールみたいなとこに思ったより弱いですって書いてたんだけど、やばい、現実になりそうで怖い。いやでもこっからだねマジで。あ、ロール書いた、木以外って、てかエビオティア3以上絶対あるよな。あいつなんか戦術眼というかめちゃめちゃ強くなってね、大会を経て。三辻さんのコーチングやっぱうまいんかな、理論的だよね。じゃあ行くよ。なんかプレイの柔軟さもあるし、あ、落ちた。いや、うちのチーム強そうだけどね、なんか。いや、結局フィジカルだから、このゲーム。誰かが、戦況をひっくり返すようなプレイを毎ラウンド出せば、コミュニケーションのためね。俺もエイムに集中するよ。飛んでろ。リアだ。3人目。おう。どうしてもらうよ。回復する。おい。俺もう、犬巻先輩みたいな感じで、シャケシャケ、おかか、俺これでコミュニケーション取るわ。やべ、シャケとおかかしか具が出てこん。俺ツナマヨもあるか、タカナヤもあんのか、ポーク卵食べないだろ犬巻先輩。シャケシャケ、おかか、ポーク卵、ケンケン、スパムは口でそう。スパムミートおにぎり。誰誰誰。ポーク卵、ポーク卵。じゃあ行くよ。排除した。うわグレネード。いやでも今日疲れたな、明日も予定がいやでもいい、この時期にバロめっちゃ面白いって感じられる感性になってるからめっちゃいい。今シシドウさんアホみてえに強かったんだけど。ほわ、まあでも寝ます今日は。
さすがの俺も寝ます。というわけで配信見てくれた人ありがとうございます。もうちょいだけやってが寝るわ。バイバーイ。まあ見とけよ本番まで。もうちょい強くなるから。おつー。